プープープー。皆さんこんばんは、まいです。みおんです。2人合わせてチェリップです。さあ1月17日チェリップのプープープー始まりました。おめでとうございます。この番組は休日のひとときをあなたのチェリップでプププッと過ごす番組です。はい、なぜかおめでたい。今日のテーマは心ということで、まゆ一言ハートちょっと発音いい風に言ったけど、別に発音いいわけじゃないって。思いっきりカタカナ英語っていうのがね、心って意味でしょ、ハート、うん、心、ほらほら、心、なんかまたポイントですね、そこが。ほら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 、すごいドヤ顔になってますけど、これ多分中学生とかを下手したらもう小学生でも知ってたからね。いつも思うことあるもん。思うことある？次で言う？今言う？いやいいよ、じゃあ次まで撮っておきましょうか。そこまでじゃない。まあいいや。まあ楽しみにしながら、okay. 今日も最後までよろしくお願いします。ぷぅぷぅ強小6年不当不屈盛り上げたいベリチェリッププレゼンスマジか、いいが月刊ガイナーレ。なになになに、待って、チェリップが言えなかった。なんでチェリップそれ誰いや、私が作ったかと思ったが、いや、まず、うん、もう一応2015年シーズンに入ったから教書6年でいいのかなと思って、なんか新しいスローガンに変わったらもうダメだよなとか思って考えてたし、さっきもさ話してたけどさ、うん、乾燥し鼻の奥から鼻のために痛くてさ、そうね、口回んないんだよねとか言ってた、うん、本当に回んなかったよ。びっくりした、ペッペが出てくると思わなかった。新しいペリップ、ペリップかわいいじゃん。じゃあ今日はペリップがプレゼントしようと。ペリップが美味しそう、うん、ペリップ美味しそう、ペリップ美味しそうペリップがじゃあお伝えしていこうと思いますよ。説明どうぞ。いや、ちょっと今日口が回らんから眉読んでよ。いいよこのコーナーは今期からガイナーレ鳥取盛り上げ、今期じゃねえわ、本当だよ、前期から ダメだ、ガイナーレ鳥取盛り上げたい任命していただいたペリップだ、ペリップだからダメだな。私チェリップが、チェリップがペリップなりにガイナーレ鳥取を発信するコーナー試合と感想はもちろん、裏話、スタグル、選手のお話などチェリップ目線でおしゃべりします。とは言ったものの、チェリップはまだサポーターとして大変未熟です、うん、皆さん目線のメッセージや解説や小ネタかどんどん送ってくださいダメだ、今日のチェリップはダメですね。いいですね、分かった。全体的にダメな時のチェリップのことをこれからペリップと呼ぶ。今日のチェリップはペリップだったなぁ。ペリップでいいじゃん、ペリップいいペリップという感じでありますよ、うん、はい、何で、うん、この収録をしている1月のね、うん、まあ、結構前半ですよ、そうですね、の時点でですね、うん、まだ選手が12人ほどしか今いないということを話しておりましたね。12人だって。まゆちゃん、サッカーは何人でするか知ってる？サッカーは11人ですよちょっと今濁したっけ、11人じゃん、うん、9人って誰なんだっけ。そう、野球かそう野球、11人ですよ、まあ、11人なんですよ、なかなか多いね、なかなか12人だと厳しいです。やばいじゃん、マジで。そんな怪我したら終わりじゃん。本当そうですよ、うん、やばいですから。やばいなので、焦る、うん、でどういうことかと聞いたら、今はなんか選手がね、いろいろ放出されてるから、うん、それを欲しい選手をいろんなクラブが取っていってる段階で、そうか、まあその欲しい選手がいたらお金をこうオークションみたいに積むわけじゃない、うんうんうん、だからどんどん高くなっちゃうわけよ、いい選手はね。面白そう、それ。いや、面白そうだけど、うん、まあ怖い世界ですよね、なんか。それさ、めっちゃ高くいってさ、うん、あ、やべえ、そこ行こうと思って、やっぱやめますってやったと思う。いや、もうそんなさそんなね、お金が関わってることだから、そんなことあるわけないでしょ。そもそもめっちゃいつもたまに考えるに、オークションとかオークション系でさ、まあ、バレるか。いや、それは訴えられるわ、もはや。訴えられるか。そう、約束のもとやってるんだから。嘘でーす、本当にやってるんだから、うん、だから今ね、まあ選手がいい選手高いから、やっぱり契約金が、うん、いいね、だから今取れない時期らしいですよ。知りたいな。なので、うん、なんかやっぱりそのちょっとこう波が来てるのが去ってから、うん、ガイナーレとかね、そういう J3 のチームとか選手を取り始める
ようで、なるほどね、しかもガイナーレとかはもうアマチュア選手って言って、うんうんうん、サッカーの他にもバイトとかね、うん、それこそちょっとお仕事しながらやる選手を取ったりとかね、大変だするし、あとは大卒の大学生を卒業したばっかりの人を取ったりしてるの今、うん、いいんじゃないそれ、まあ、いいけど、うん、だけどやっぱり可能性が実力がね、うん、こう培われた安定感というものがない代わりにフレッシュさをね入れるわけだから、うん、まあ、めっちゃ行くかもよバーって、まあ、めっちゃ行ったらいいですよ、うん、それこそ代表的なのが眉を推してる真渡選手とかは 大卒でガンガン、先輩なんて知らねえよみたいな、どけみたいな。いやでもまあそういうハングリー精神重要じゃないですか。面白そうそれ。いやだから真渡選手が怪我をせずにずっとシーズン前のシーズン出てて点とかもずっと決めてたらガイナーレにはいなかったんじゃないかってね言われてるわけですから、まあそう、まあ嬉しくもありね、ガイナーレが取った選手がすごい実力を持ってたっていうのはっていうのもあり、でもちょっと離れたら寂しいなっていう気持ちもねあるわけですけど、まあそう、ね、いてくれるってことはなんか神様が山田選手はまだガイナーレに必要だっていう意味で、うん、残してくれたんだと思うので、うだすごいキーパーソンのような気がしますよ ね、そういう意味ではなんか運命的な感じでかっこいいし、ちっちゃいかっこいいし、ちっちゃい子でかっこいいし、あとマユ、ね、あの選手がお気に入りの選手、そうそうそう、お尻でダンスしてた、お尻ダンス、たっちゃんたっちゃんたっちゃんっていうの、岡本選手、うん、いいよねあの人も、なんかねあれでは元気もらえるへん、なんかお尻綺麗、お尻、お尻なんかお尻がプリプリしてお尻ダンスめっちゃ怖かった、お尻プリプリしてるし、うんうん、ゴールシュートすると、うん、なんかお地蔵さんの仏のポーズでジーンってゴールパフォーマンスってあるじゃん、あるね、うんうん、あれ このお地蔵さんって仏ポーズするからジーンって可愛いよね、いやだからそれが今年いっぱい見れるといいなって、うん、いいね、だって見たことないよね多分ちゃんとないね、しっかり、うん、だからちょっと楽しみにしてます、結婚してんのかな結婚してんのかな、そこ結婚してんのかな、で聞いてみたら今度結婚しますかっていう最後の最後の並んだ時にあーそこでめっちゃ KY かもしれないけど、うん、いやそれかあとそれじゃん、あとは、うん、今年はあれしたくない、出待ちをしてみたら、入り待ちは、ね、結構してるんですけど、うんうんうん、出待ちで ね、 そうだね、なんか話したりとか写真も撮れるみたいだから、うん、コーヘンス越しにだからちょっとしてみたいなという感じですね、お前クマのぬいぐるみ投げるみたいな、どういうことそれ、羽生くん、そうそうそう、羽生くんがダメだから、いや渡せばいいんじゃない、プーさん入って渡せるかな、頑張ってください、取ってくれそうだへん、渡せばいいんじゃない、頑張ってくださいって、あそっか、受け取ってくれるわそうか、うんうん、と思うので、じゃあ、うん、マユの目標はプーさんを出待ちで渡すということで、で本当にやってるかどうか皆さんぜひ、うん、実際にスタジアムに一緒に来て、サッカー関係ない方もその眉を目的でもいいので、うん、まずはね、何でもいいよ、スタジアムに今年も足を運んでいただけたらいいかなと思っております。それでは今日のね、うん、番組のテーマ心ということで、やっぱりまあちょっとね下がってますけどムードは、うん、ダメです、やっぱり心をしっかり持たないとダメですよということで、うん、この曲をね流しましょうか、眉さんお願いします、大森か生き物ばかりでスピリッツ、チェリップのプープープー。さあ今日はですね、はい、とっても心を込めて書いていただいたメッセージ、うん、もう2通いきましょう、はい、まずは、ね、はい、力ヒバゴンさんです、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、マイさん、ミオさん、そしてスワッスワッスワ、ダメだ今日はさすがペリップだ、今日全然ダメだわ、ペリップだけどダメ、スタッフの皆様明けましておめでとうございます、おめでとうございます、おめでとうございます、ヒバゴンと申します。年末にはお便り読んでいただいてありがとうございました。とはいえ文章が長いと読まれないだろうと高をくくっていたので、実際に読まれてしまうとヒヤヒヤしました。長すぎる文章の場合あらかじめ編集していただいて構いませんからね今回も早速長いので読んでいただく、いかな、い、いか、い、いや読んでいただかなくても構いませんからね、はーい、うん、じゃあ前が心で読んどこうかな、これはなんでやねんすげえな、さてさてさて、年末に読んでいただいたお便りですが、難しく書いたのでやっぱり Y さんに嫌がれてしまいましたね、いいえそんなことありませんよともあれ責任を担うことへの喜びというのはお二人にとって応援してくれている人たちの期待に応えるというということが今の時点では一番近いんじゃないかと思います、うん、もちろん背負い込みすぎると自分を追い込んでしまうので加減の調節が難しそうですが、ファンの方は
お二人が無理をしすぎることは望んでいないと思うので、本当にそうでないところでは構わないと思います。いくよ。そうですね、うん、前が心に読んでいます。今とりあえずお二人を見ている印象では、特にまゆさんは力の抜き加減を心得ておられるように感じます。なんだなんだなんだって。これは褒められてる、褒められてる。そうそう、ああそうそうかそうか。年齢的にもやっぱりお姉さんですね。そうですよ。あと自分はチェリップさんの出ておられたイベントを見ていないので内容は存じておりませんが、北方領土問題について、この問題、領土がソビエトの統治下に置かれてから随分と時が経ってしまい、そこがすでに故郷になって、ふるさとか、まあ故郷か、どっち目か、まあ、になってしまっているロシアの人の方々がたくさんいらっしゃいますので、ますます難しいですよね。うん、うん、難しい。だいぶ前に北方領土と呼ばれている地域らへんでロシア人の幼児が熱湯の中に落ちたのだけれど、対応できる病院がなく、あら本当、こんなことがあったな、うん、国境とかそういうもん、難しい問題を度外視しても、度外視して、うん、北海道の救急病院に運ばれて一命を取り留め回復して帰っていったということがあったのですが、そういう感覚で国境間を緩く従来できるようになれば、住まわれている方々にとっては良いのでしょうね、うん、そうです、良いですね。うん。国同士ですといろいろと大人の難しい事情があって、そうは簡単にいかないようですけども、北朝鮮の拉致問題もそうですが、私たちの日常を外交カードに使わないでもらいたいと思うことが多々あります。眉が今めっちゃ真剣に読んでますよ。大人になると実際眉さんが予感されているように面倒なことが増えるのですよね。ただ大人になっていく過程ではそれまで知らなかったこともたくさん感じることができて、理解できることも増えていって、知らなかったり理解できなかったがゆえにもやもやを感じていることがすっきりしたり、意識的に疑問や問題を感じることができるようになったりなど、そういった意味で精神的に自由になっているといういけるということもあるのです。そうですか。とりあえず自分が今おじさんになって今一番味わっていることは、昔だったら恥ずかしかったことがだいぶ気にならなくなってきたのが、なんか楽ちんという解放感ですけども、それはさておき、それはさておきなんかい、どんなにその身が薄汚れようとも、うん、心だけは精神の高みを目指す、それが自分の理想の大人です。何がしか憧れる生き方みたいなのがあると長い人生生きやすいんじゃないかなと思うのです。やっぱり堅苦しい内容でごめんなさい。はい、これからもお二人の普段着な感じのお話を楽しみにしてます。ですって、ありがとうございます。北方領土問題ですね、 やっぱりひばごんさんが一番あれですよ、はい、肩の力の抜きどころを知っているのに、うん、のでその肩の力が抜けたメッセージをね、うん、待っています。前はもう疲れたらしいですよ。大丈夫ですか。肩の力が上がってきたもん。いや、しかもね、眉ね、読むのが長くてね、今日メッセージ2つなのにもう全然時間が足りないから、本当もう今もう予定時間あと残り2分ぐらいしか残って、申し訳ない、2分ぐらいしか残ってないから、どういうこっちゃ、走るという能力がない。しかもこっからは7枚にわたる超大作のメッセージが待っていますから、あらららいきますよ。ドブさんから来ました。サスペンダーって書いてある。サスペンダーおじさんですね。まゆ様、みおんちゃん、こんにちは。こんにちは。年末に嬉しいニュースがありましたね。そう、アイドル楽曲大賞です。発表の日ドキドキしました。きっかけは大阪でのライブの物販で、僕がそういえばチューリップもアイドル楽曲大賞にノミネートされてますね、ワンチャンありますよと言ったことでしたね、うん、以前にこの大賞で上位に入賞して一気に知名度を上げたグループがあったことを覚えていたので軽く提案しました。この賞で名前が出ればいろんな人にチェリップを知ってもらえるのではと思ったのでした。さてどうすれば元チェリップを知ってもらえるのかなと考えました、うん、チェリップの素晴らしい楽曲と圧倒的なパフォーマンスを見てもらえばいいわけです。ちょうどその日に撮影したライブ動画があったので、それで宣伝素材を作ることにしました。たくさんの人に見てもらうためには面白くてコンパクトに仕上げる必要があります。この日のライブでは音の魔術師藤井美穂先生だって出た藤井美穂先生が超かっこいい恋愛至上主義のショートバージョンを使
作って披露していたので、これを使うしかと思いました、うん、お客さんも盛り上がっていましたし、ダンスも際立っていて見どころたっぷり、コール&レスポンスもバッチリです。サクッと編集して3分ちょっとのワンダーランドの完成です。おー、いいですね。あとは宣伝ですけど、投票を呼びかけるのではなく、あくまでもこんな曲がエントリーされてるんですよと紹介することに集中しました。良さは見てもらえば伝わるはずとの確信がありました、うん、投票締め切りまでの期間はわずか4日間、はい、ポツポツとツイッターやフェイスブックなどのネットで紹介していきました、うん、一緒に拡散してくれる人もたくさんいて、チームチェリップ心強かったです。ありがとうございます。特にミョンちゃんの紹介が素敵でした。あれで好印象を持った方が多いと思います。どんな印象、さすが、どんな紹介したか、ミオももう何とか番長でしょ、何だっけ、何やねん、何だっけ、何だったかな。さあ、そしてじゃあちょっとここら辺で、じゃあせっかくだから時間も足りなくなってきたので、うん、曲をちょっと流しながら、それをバックにメッセージの続きを、うん、あ、なるほどね、読んでいきましょうか。さすが、それ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 、ちょっと足りないので、それではじゃあちょっと曲紹介を、曲もちょうどいいしね、曲紹介をねしたいと思います、はい、それでは萌えさん、はい、いいですか、それでは聞いてください。チェリップで恋愛至上主義。消さなくていいのかこれですよ、こう来た来た、ということで、ね、投票期間が終わって宣伝活動が終了して、まあ、4日間で動画がね300回近くも再生されたようです、うん、そしていろんな人に見てもらえたらいいなとこれをきっかけに思いました、うん、そして時が過ぎて年末、結果発表の日が来ました。発表は深夜でしたね。そうですね、東京のイベント会場からツイッターで流れてくる最新情報をドキドキしながら見ていました、うん、正直言って順位の見当もつきませんでした、うん、そうなんですよ、いつも50位くらいから発表してるらしいんですけど、こちら20位からの発表しかなくて、ミオはね、あ、もうチェリップでもちょっと20位はね、それは厳しいわと思ってミオはね、うん、寝ました。朝もう寝ました、うん、どんな曲がちょっとランクインしてるか気になったけど、ちょっとね、うん、心が痛んじゃうから、20位からは起きてた、嘘つけや、何もつぶやかんかった、多分、起きていました。そして、うん、いつチェリップが出てくるのか全くわからないので、うん、いつも通り DJ の配信をしていました。ほら、ドブさんもまあそういう、あ、そうね、もうこのショーを知ってる方としてはちょっと厳しいなっていうね感じだったんですよ。やっぱりそうだよね、うん、そしたらドブさん、 DJ してる場合ですか、チェリップの順位出ましたよと言われまして、うん、うん、直ちにチェックしたんですよ。そしたらなんとですよ、なんとですね、うん、10位、やばい、恋愛至上主義が10位、うん、10位ですか、ベスト10ですか、トップ10ですかいやー心臓が止まるかと思いましたね。やばいよね、本当やばいですよ ね、うん、たくさんの人の心にチェリップが刺さったんですよ、うん、これは大変なことになったな、チェリップ完全に始まったなと、うん、しみじみしていたら、うん、なんだか涙が溢れまして、泣きながらチェリップの曲をスピンし続けました想像できる、チェリップすごい、チームチェリップすごい、みんなで掴んだ10位です。本当に嬉しいし誇らしいですね。2015年チェリップ的には猫年、この結果を一つのチャンスとしてさらなる飛躍を期待しています、うん、まゆちゃん、みおんちゃん、おめでとう。ありがとう。チェリップが少しずつ少しずつ知られていきます。ご協力いただいたチームチェリップの皆さん、ありがとうございます。皆さんのおかげです。2014年最高の締めくくりになりました。エモい、本当にエモい、もチェリップ優勝です。おめでとう。そしてありがとう、ありがとう、ということで、おお、いや、一番おー、聞きやすかった、この長い文すごい聞きやすかった、やっぱりやっぱお前が読めばいいよ。チェリップから戻ってきたね、チェリップに、うん、チェリップだん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 戻ってきた、戻ってきましたよ、マジな内容で、うん、戻ってきましたよ、うん、ということで、もうね、発売までに2年近くね、この曲かかったんですけど、ね、うん、皆さんのおかげで出せたから、ね、うん、この10位もいただけたので、ね、うん、本当に嬉しいです。ということで、しばらく続きを聞いていただきましょうかね。はい、
聞いていただきました、はい、恋愛至上主義、うん、10位をねいただいたということで、もう鳥取からでも行けるんだなっていうのが ね、これでちょっと自信になってきたので、うん、ちょっとぜひパフォーマンスもねぜひ見ていただきたいなと思います。そうですね、うん、24日は土曜日、地元鳥取でね定期公演があります。 そしてちょっとね鳥取は遠いよって方、うん、なんと31日土曜日東京でですね、やばいね、ライブをすることになっています、うん、詳細はどこで知れるかというと、チェリプのホームページと、うん、アメーバブログを見てください。ちょっとねなかなか東京に行く機会とかないと思いますので、ない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 、この機会に見てぜひね、うん、CD ゲットしていただけたらまた嬉しいなと思います。いい、ね、カップリング曲もあれですよね、うん、結構人気があって、そう、ね、で、うん、CD を買っていただくと写真が1枚絶対ついてきて、うん、絶対サインも入れますし、はい、もう本当にとりあえず曲をどっちかっていうとね、売りたいっていうよりも届けたいっていう気持ちなので、うん、10位もいただいたこの曲をぜひ聴いてほしいなと思います。はい、ということで、うん、では皆さんに会えることを楽しみにして、はい、滑舌の良さを良くなることを願いながら寝たいなと思います、ね、はい、それでは皆さんおやすみなさい。まいです。みおんです。2人合わせてチェリップでした。バイバイ。